愛車のかっこいい写真がカレンダーになるかも。詳細は概要欄またはこちらの動画をご覧ください。締め切りは8月10日、皆さんのご応募お待ちしてます。こんにちは、トラスト企画の花です。シュウです。みーくんです。アベちゃんです。今回は ER34 を盛り上げていこうという回、引き続きまた ER34 です。なんでそこでダウンすんのかよくわかんないいや、なんですかね、これ僕の癖なんですよねまあね、この ER34 を、うん、まあ今期盛り上げていこうっていう企画がね、継続してるんで、そうだね、まあその一環として今回も ER34 シルバーの結構綺麗なお車を紹介していきたいと思いますので、ぜひご視聴よろしくお願いします。お願いします。茨城県下妻市の GT カー専門店トラスト企画、この度メカニックを募集します。自動車業界で働いてきた実績がある方、特に10年以上のキャリアがある方大歓迎。スポーツカーが大好きな方、好きを生かせる仕事がここにある。ご応募お待ちしています。はい、ということで今回こちらのお車なんですけど、まあミー君買い取りですよね。そうですね。これ結構遠くからなんですけど、場所とかって言っちゃって大丈夫なんですかね。そうだよ、場所大丈夫だよ。あ、じゃあ、うん、ぜひお願いします。ね、湯布院とかあるあたり。わかんないですいや、全然ピンとこない。あ、別府、別府ですか。わー、いいな。なるほど。ってことは、まあ、大分県だよね、うん、九州の方ですね。大分県、うん、大分県、はい、の大分県から、まあ、査定して、はい、持って帰ってきたお車ということで。そうですね、はい、すごい。これはほら、トラスト企画信者だから。え、そうなんですか。うちにしか査定してないから。じゃあ一本釣りってやつですか。そうです。おお、ありがとうございます。ありがとうございます。でしかもこれね、実はね、あの比較的程度いいんですよこれ。いや、いや、もうちょっとお客さん的には、はい、多分まあ売りたくはないような感じのレベルのお車なんですけど。そうですね、はい、この年式を見てくださいこれ。なんと平成10年7月。なんと、あね、前期ね、トラスト企画のYouTube チャンネル見てますから、はい、まあ、いつが売り時かっていうことを、はい、正しく理解されていますので。素晴らしい。まあその時期が来てしまいましたということですね。うん、じゃあ本当にトラスト企画にもお客様にも美味しいって言えばいいんですか。そうですね、きちんとね、あの学習されている方はですね、そうですね、この年式をお持ちの方は今すぐご連絡いただかないといけない案件になっております。そうですね、もう6月なんで今。はい、そうです、はいはい、言ったじゃないですか、この25年経つ2、3ヶ月前に言ってくださいね。ちょうどっすよ本当になぜ2、3ヶ月前かっていうと、はい、アップされるまで少し時間かかったり、そうです、ね、車引き上げるのにちょっと時間かかったりするんですよ。そこのね、はいはい、で、実はこれ引き上げ少し遅らしたんですね。あー、結構早めに来てたんです。うん、買取で契約になってるんですけど、はい、わざと遅らせました引き上げも。はい、その理由って何ですかね。ね、最後の思い出をね、作ってもらおうと思って。そうですね、そのいきなりね、今日引き上げますって言ったらね、はい、なんか心の整理がね、そう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 、つかなくなっちゃう。なんか心の整理つかなくなっちゃうじゃないですか、はい、だから、まあ、2パターンあるんですけど、はい、もうね、売った車だってもう乗れなくなっちゃうから、早く持ってってくれっていう怖いから、うん、人もいるし、はい、うん、少し名残惜しいんで、はい、名残を惜しましてくださいっていうお客さんもいるんで。そうです、まあ、言われてはないんですけど、多分そういう雰囲気だったので、はい、うん、ちょっと、月末まで待ってもらって、うん、引き上げさせてもらいました。そうですね、今6月のちょうど上旬、上旬ですね。だから、はい、なんかね、今すぐ引き上げちゃうのもちょっとなんか、なんかかわいそうだな、はい、かわいそうっていうか、ちょっとなんか寂しくなっちゃうんじゃないかなと思ったんで、まあちょっとね、ちょっと何日か一緒にいる時間を用意して、一緒に行ってもらって、はい、車の中で車を最後にきれいに洗車したりとかさ、ね、ツーリングそういう、そういうね、ちょっと出かけたりとかね、そういうことをしないとあれなんで。あとよくあるのがラストランですよね。あ、そうですね、査定した時からあとこんぐらいちょっと100キロぐらいラストランしますみたいな、はい、そうですね、まだそれは許せるんですけど、はい、仮に今6月じゃないですか。6月、はい、うん、それをなんか10月にイベントあるんで
それ終わってからにしてもらっていいですかっていうお客さんいたんですよ。え、そんな人いるんですか。います、はい。超前もってそうそうそう、数ヶ月後じゃないですか。はいはい、もしかしたら半年先なのかもしれないですし。 それ査定したことありますよ。え、その時はどうしたんですか。え、その時揉めたんですなんか状態も変わるし、もちろん走行距離も結構変わると思うんですよね。本当なんか俺あの VAB とかのインプレッサーなんか半年後の値段提示して、はい、超たまたまさ、去年、あ、先月か、はい、先月入ってきたやつ、去年査定したやつだから、はい、えらい目にあったんだからあ、この間入ってきたやつですか。そうだよ、えらい目にあったんだから。そう、わかる？インプレッサーの暴落でもちゃんとその値段で買ったんだから。いや、そうですよね、うん、ちゃんと約束した金額で。そうそう、こちらの逆になったらなんだよって話だよ、うん、こちらのお客様はそういう問題はなかったんですね。なるわけないじゃないですか。信者ですか。そう、失礼いたしました。なるわけないじゃん。こちらの概要の方を説明していきます、はい、こちらのお車は ER34 の 2.5 のターボ、はい、あ、 2.5 GETTTT 今 T 何て言ったあれ、あ、ちょっと待って、これ今販売じゃないよね。違います。販売じゃない、だから別にそこじゃないよね。今エピソードだよね。あの販売の時そのデータだよ ね。ちょっと待って。ターボ3つぐらいついちゃった。で2枚ドアでね、はい。一番この需要がある。はい。はい。かっこいい。グレードっていうか。そうですね。25GT ターボ、ね。GT ターボ。うん、の純正5速。純正5速。2ドア、クーペ。ね。これが一番いいと言われてるやつですよね。そうですね、あのグレードとかね、はい、そのミッションとかね踏まえると、でしかもこのノーマルチックな感じ、これすごいですよね。すごいですよね。これ当然なんですよ、これ元の所有者が、はい、え、ディーラーの営業の人なんですよ。あ、あ、なるほど。でディーラーの営業人なので、そのね、お友達っていうか知り合いからね、まあ、譲ってくださいっていうことで、うん、譲ってもらったわけですよ。そうですね、で当然ディーラーさんなので、そこに車を持っていくわけですよ、はい、偏見で言われるがまま交換するのは全部ディーラーの言われた通りにやってしまった車なんですよ。だからこれ交換しますね、これ交換しますね、はい、これ交換しますね、はい、はい、お願いしますって感じで来ちゃったんで、すごいお金かかっちゃってるの。でもその分予防整備ってやつですね、いわゆる。その分程度はいいってことですね。だから程度よくなっちゃうで車高もこの、いや、そりゃそうですよ、ディーラーで整備しますから。ディーラー車高、そうですね、そんなディーラー車高ですよ、うん、でこっちのね、あの、はい、ヘッドライトが曇っちゃったんで、はい、実はこれディーラーさんでね、空割りしてもらって。どこのですか。あ、こっちは、こっちは純正です。純正です。こっちだけですか、うん、これあれでしょ、うん、あ、ここに書いてますね、ワイズスクエアさんの、うん、おー、ここに書いてます。すごい、ここにワイズスクエアってスク書いてある。ディーラーでも扱っている、うん、こう見ると全然なんか差がないよね、うん、ないですね、はい、パッと見ね、すごいクオリティ、うん、まあ、全然そのバンパーとかもそうだし、うん、はい、まあ、シリカンとかも、うん、全然いいんですね。まあ、これの悪いところを教えますね、はい、むしろ、うん、むしろ悪いところ、少し悪いところ出てくるんですよ、はい、はい、なんかね、ここの塗装が良くないんです。ああ、ボディとちょっと色違いますかね、うん、ちょっとなんか触り心地も違う。これこれこれカメラで分かりますかね。あの、ちょっともやもや、うん、これなんだろう、もやもや病、もやこれちょっとこれね、はい、あとこれよくありがちな、ちょっとやっぱりあこれちょっと締まりが悪い感じですかね。これね、はい、こう普通こう上げてこう入れるじゃないですか、はい、でこう締めるじゃないですか、はい、これね、実はこうしちゃってるんですよ。開きすぎちゃってる、うん、もっとこうしちゃってるんですよ。もっとこうしちゃってるんですよ。やだそうするとこうなって、そうです。だからダメなんです。これ交換しないとダメです。これでまだ新品出ると思う、はい、はい、大丈夫です、うん、はい、よいしょ、
ほーらね、綺麗じゃないですか。綺麗。さすがディーラーさん。でもまあまあ社外パーツついてるよ。車庫帳がこれ店員さんのですかね。そうだね。店員ですね。店員の EDFC 付きですね。ニスモのね、オイルフィルターキャップ。これ欲しい。え、これ見たことないこれ。え？それあ、オイルこぼれないようにみたいなものなんですか？ね、あ、これ？そう。あ、これね。なんか便みたいな。あ、なんかあの。あのあれだね、あの猫とかね、こうあかなんかかなんかカールなんだっけ、何だっけ、なんとかカールなんだっけ、何でも交換されちゃってからさ、あの全部交換されちゃって、あ、綺麗だね。そうそうそう、そうもうね、言われるがまま整備しちゃってますから。そうですね、はい、の割には意外と社外パーツがありまして、うん、こんだけ入ってます。はい、マインズのコンピューター、おー、はい、いいですね。フロントパイプ富士坪、うん、マフラーはニスモ、うん、店員の車高調にニスモのクラッチ、フライホイール、うん、大型アクチュエーター、うんうん、ね、後期純正ホイール、そうですね、ニスモフロントウインカー、サイドウインカー、GTTT、GTT エンブレム、ソワラ用って書いてあるソワラ用だからちょっとフォントが見慣れないフォントだったんです。わーお、フォントだ。あ、これですね。なんか違う。トヨタだ。トヨタだ。なんかここでごまかそうとしてる。ニスも入れてね。でもなんか見た感じ良さそうだよね。なんかありそうな感じですね。ありそうな感じ。ボディの色と相まって輝いてますね。はい、あららら、それなんだ、後付けじゃないですかこれ。確かに違和感なかったな。ちょっと輝きがあります、ね。そう、今っぽくなっちゃってて。一つ前の前な感じですね。そうですね、一つ前な感じで。ナウな感じではないです。そうそう、でも大切にしててね、ずっと乗ってた車なので、まあ車的にはね、何の問題もなくてね、うん、乗れる車になってますんで、いいんじゃないですかね。はい、まあ、こういったお車もね、はい、ミックがね、一本釣りで。よいしょってつってんですね。そうですね、正月の競りに間に合うようにこう仕入れしますんで。アメリカの競りに間に合うように。そうです、はい、間に合いましたからこれ。間に合いましたね。そうです、はい、いいでしょこれ。これめちゃくちゃいいですね、はい、本当に ER34 のここに浮きやすいやつも全然ないですし、もう最近本当に程度いい車っていうのがね、入ってくるようになったっていうのがね。後ろも見ましたけど、うん、ブレーキランプでしたっけ、うん、後ろのストップランプ、あそこもサビもなく、うん、これニスモのメーターとかついてるんですけど、お、うん、メーター交換記録もありで、あ、ちゃんとしてますね。わー、よかった。だって最近ね、改ざんするのが流行ってる。でも大阪の方は改ざん祭りですから、はい、これ大阪より、祭りを行ってるんだそうです、はい、大阪の奥にある県ですかね。なんかね、アウトサイダー的なね、会社があるんですよ。アウトサイダー、そうです、うん、一歩間違うとね、はい、うーんとかサイドっていうところがね、はい、怖いサイド、そうです、はい、アウト、セーフ、よいよいよいよって感じで、古いな懐かしいですね。え、懐かしいって見たことあるの？ありますよ、再放送で見ますよ。放送できないよ今いや申し訳ないけど、ね、申し訳ないけど、あれ正月やってたやつでしょ。あ、そうです、そうです。なんか野球する、誰やってたのそれ。志村さんです。違うな。あ、じゃあ違いますね。違うな、そうじゃないよな。やっぱ坂上二郎で飛び押す飛び押すとかってやってないとダメだよなそこは分かんない。画面の前の皆さん分かってますか。そうです、生まれてない可能性あるんで。そうですね、下手すると僕見てたのはドリフとかでやってたはずですね。あ、それはね、弱い。弱いんですか。弱いとかあるんだ。それは弱い本気でやらないと。何に対して弱いんだろうね本気でやらないとね。本気でやらないと。そうね、本当に若殿は結構、ね、攻めてたけどね、うん、最初の方が、うん、そうですね。やっぱこう飛びます飛びますって思うけど分かんないです懐かしくなって楽しくなっちゃった。そう、こういう橋ですよそうそう、ちょっとでどう持っていく車の話どう持っていきましょうかまあこれでもあれだよね、はい、なんか比較的ね程度いいからね。そうですね、はい、
まあ、ちょっと小売りしてもいいんじゃないかなみたいな感じだよね。まあ、そうですね、なんかメーターも記録簿もありますし、うん、出どころがはっきりしてるし、でサビもなく、はい、浮き出てるところもなく、これはあれですね、メカニックとかに、そうですね、見てもらって、はい、問題なければ、はいはい、多分ないから小売りしてもできちゃうといいかもしれないんでですね、近いうちにね、はい、そういう動画上げられればいいなと思っております。そうですね、はい、ね、こういう車ってね、はい、本当にね、本来ね、面識的にはね、まあ、輸出、うん、される、恐れがある車なんですよ。そうですね、トラスト企画でここでね、多分この後もしかしたら販売の動画上げるかもしれないですけど、まあ、そこでね、買ってもらえれば、はい、で国内に残るってことで、とどめることができる、とどめることができるんで、まあ、ぜひともね、はい、そうですね、そういう動画上げられればなと思っております。はい、まあ、なのでこの車、うん、売るってなったら欲しいって思ってる方は、うん、チャンネル登録と、うん、グッドボタンの方お願いします。お願いします、うん、もう通知もね、オンにしていただけるとありがたいですね。たまにね、動画1日に2本出すこともあるので。本当ですか？そうです、見逃ししないようにそうですね、今ね、はい、お昼に動画上げてると思います。はい、で一応販売の動画とかね、ちょっとショートの動画とかあるんですけど、はい、販売の動画は、夕方3時頃とか、うん、ね、あとは3時休みの時とか、あと夕方7時、そうですね、はい、19時に、上がるように設定しております。はい、なんか最近朝さ、ショート動画上げてたりとかするよね。そうですね、頑張ってんな、朝ショート撮ってさ、その場で上げてんでしょあれ、ね、事前収録事前収録そ う, 、まあ、そうですよね、はい、なんか朝弱い人いますからね、一部。いや、そうですね、僕ですか特に月曜日の朝弱い人いますからね。そうですねまあまあ、まあ、布団の中でイチャイチャしてる感じですか違いますね。違うんですか？それとも前の日なんか声が枯れるまでなんかやっちゃった感じですか？あ、そっちの可能性が高いかもしれないですね。はい、ね、一応広報なんで、はい、ね、声は命なので、はい、そうですね、そうですね、はい、サッカーで怒鳴りすぎないように注意してくださいね。怒鳴ってる電車っていうの注意してくださいね。あ、ゴール応援してるって言って、ゴール裏でこういう感じでおー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 とかやってるんでしょ、ずっと。ねえ、ねえ、ねえ、めっちゃ邪魔で見えないですから、後ろの人、怒られる。怒られるの？旗振ってます。あれ、旗もでかいなるよね。あ、めっちゃでかいな、見えねえから、あれ旗しかもあれ当たるんですよ。当たる、そう、パサパ、そんな最前列にいるんですよ。そう、写真撮られましたもん。ほんと？うん、あとなんかこう、ビューでこう、こうね、ピッてこう当てられて、あ、抜かれる、抜かれる感じで。抜かれたことはない、抜かれたことない、抜かれたことはない、うん、抜かれたらこうやんない人みたいね、アピールしないと、トラスト企画そうそうそうつなぎきていくしかないいや、まあ赤だからいけます、アントラーズなんで。なるほど、でも日産だからちょっとそこは渋いですね、はいはい、いや、日産やばい、マリノスになっちゃう、やばいな。そうですね、敵だな。イクシルぐらいだったらいいんですけど。あ、常陽銀行って昔やってたよね。な、常陽銀今もスポンサーです、ね、あ、そうなの、はい、そうなの、はい、はい、何の話だっけということでね、今回は、ER34 のご紹介動画を撮影させていただきました。で、視聴者の皆さんも日曜日だからといってサッカー観戦で怒鳴りすぎて平日のお仕事に負担にならないよう声出し頑張っていければと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。バイバイ車好きのみんな終了。一緒に YouTube を盛り上げてくれる車好きの若者を大募集中。誰よりも車に詳しい、三度の飯より車、現役の走り屋、 GTR が好きで仕方ないやつ、マニアックな知識を生かして一緒に働きましょう。あなたのご応募お待ちしています。